안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미오바카마이입니다はい、皆さん多分初めて見るメンバー構成だと思いますけど、まあみんなのスケジュールによっては今後もねこういうメンバー構成もありえるんじゃないかなと。私はなんかすいませんって感じですね。あのマイさんミオさんファンの皆さんすいません。若さんファンからしたらもうみんなにもういや一番うんちゃんが女子の中に入って今本当にほんまや。まあでもうんちゃんも女子やしな。そっか。中身女子やし。うん。乙女乙女。女子会ですね今日は。やったやったやった。女子会イエーイ。私やりたいって言ってたもん。女子会したいって言ったから。ありがとうございます。どうぞ。なんで？三人で。女子リーダー。女子リーダーだわ。誰がリーダーよ。リーダーが。今日こういうメンバーですけど、やることは一緒です。まあまず一本目はですけど、もうこれはミオの発案。ミオの、まあ、アイディアをそのまま借りましてこれを見ようかなと思います。じゃあ1本目に見る映画のタイトルは「ヘローゴスト」でございます。おお聞いたことある。ミオちゃんからかな。あ確かに2人の会話の中で俳優さんとかが出てきた時にとかに喋ってたんじゃないかな。ああなるほどね。あってことは見つけな今日出てるってことやな。確かに可能性は高い。大体俺やろ。確かに全く俳優さんがわからない映画なんか多分ないじゃん。もうないと思うよ。マイはギリありそうやけどね。まだそやな。うん若はもうないと思うよ。ないない。若だってやりますよ。タイトルは聞いたことは？マイさんは？え、ろくろ回してるやつ？それゴーストですね。ああなるほど。逆にあるんやそれ。それあれなんですよ。韓国名は違うんですよ。愛と魂っていうタイトルなんですよ。でも日本はねゴーストですよね。これ見たことない？あのトワイスの PV でしかあった。なるほど。ほんまや。まあ今日はね日本語にするとハローゴーストですね。そういうゴーストじゃないですよ。マイさんが今。前さんがなんか思ってる、うん、そういうのじゃないんで。そうや、はい、今めっちゃ不安そうな顔してますから。そっち系だと思う。大丈夫です、はい、まずはね、ハローゴースト見ていきましょう。はい。でも俺も2回目よ、ミオと一緒に見た。あ、そっか。おりにない찾아오는사람들이늘바뀌었다내이름을기억하고불러주는사람은없었다모르세요 아제가뭐정신적인아아니요뭐후유증이있을까해서요건강도전혀문제될게없는데친구분이계시다고아니요병원에서처음만난분인데요뭐 그럼혹시다른분이또계신건가요없는데우는소리는누구죠아다른분은울고계시고 여기서울고있었어미안해요왜여기서울고있는거예요저희자계속그렇게나눌거예요아니어디맞추는거예요나오세요돈도훌쩍들어사람이 아니신가봐요오늘브런드랑몸같이쓰게된사람이야죽음이가까워오긴했나보다안보이던귀신이다보인다그것도네이시나잠깐끝났어누가찾아오긴처음이다사람이었으면좋았겠지만술음야술은입에도못대며다른걸좋아하지도않는다담배는정말배운적도없으며외로워도슬퍼도사내로서운다는건상상도할수없고환상에처음나왔어
혼자 살려면 몸뚱이가 얼마나 건강해야 되는지 알아? 재수없어 진짜! 最悪や。 맺힌 게 있으신 거죠? 그죠? 그 한 무슨 수를 써서라도 다 들어드릴게요. 다! 다 똑같은 카메라 보면서 가게 다 돌았는데 지금! 가게에 있대? 사람한테 가야지. 카메라 가지고 있는 사람한테. 춘천에. 아 그러면 진작 말 안 해줬어요? 네가 한 물었잖아. 그 우리가 아무 말이나 막 그런 것 같지만 이승의 사람과 관련된 건 묻는 거에만 대답해 줄 수 있어. 판소! 이봐! 판소! 고판수? 근데 넌 누군데 어떻게 알고 날 찾아온 거냐? 할아버지 많이 드세요. 술 드신 건 아니죠? 아까부터 자꾸 이쪽 쳐다보시던데. 네? 아이고 한... 날도 좋은데 다방 가서 쌍화차 한 잔 없었어. 계란도 하나 더. 이거 보는 게 소원이라고? 만화 영화를 좋아하시나 봐요. 영화 재밌게 보세요. 나 배고파. 이거 뭐 먹으러 갈까? 짜장면. 그래 가자. 짜장면. 여기 한 그릇 더. 누나, 저 아저씨 식신인가 봐. 아저씨 한 그릇 더 먹을 수 있어요? 장난쳐? 나 세 그릇도 더 먹을 수 있어. 와, 아저씨 진짜 짱이다. 여기 한 그릇 더. 요즘도 저런 게 있네. 이렇게 다시 몰아보는 게 드라이브 하는 게 소원이라고? 제발이다. 왜 별로야? 바다는 처음인 것 같네. 그쪽은 결혼했나? 결혼하면 어때? 좋아? 좋지? 에? 먼저 살다 셋이 살게 되니까. 세상 사는 거 참 힘이 든다고. 근데 그 힘이 세 배가 되니까. 에? 좋지. 힘이 세 배로 드는 게 아니고 가족 때문에 힘들 것 같지만 결국 힘을 보태는 것도 그 사람들이라니까. 바다에 몸 좀 담글까. 미쳤어? 아직 춥거든? 바다에서 수영해보는 게 내 소원이. 바다도 오늘 일이 처음이고 수영은 평생 해본 적도 배운 적도 없고. 좋다니까. 태어난 처음으로 온 바다는 춥고 짜다. 그리고 넓고 눈부시다. 잡히시라. 고체가 세이쇼 보이네. 누구와 같이 살아보긴 처음이다. 이왕이면 사람이었으면 좋았겠지만. 달라. 자, 방금 장막으로 담배 공쳐버리셨죠?
아, 면허증이야. 예. 저 면허증 없는데요. 무면허예요? 저 되게 재정돈하다. 그라인 목도로 왜 면허가 없어요? 아, 면허 있습니다. 저 택시기사 사장님이요. 그것도 개인 택시. 무면허의 택시. 하지마 뭐해. 아까 내가 없어. 차가 무서웠어 내가. 가볼게요 그럼. 그쵸. 잠깐만요. 수고해요. 갈게요. 아 예 그럼. 가서 좀 들어주라 좀. 이거요. 경찰서에서 왜 그러셨어요? 아 그거 심장 소리가 궁금하더라고요. 그럼 저도 공평하게 저도 실례를. 네? 소리가 참 밝고 목소리는 아 목소리도 저 이번에 내려요. 가요. 저녁하려면 장 봐야죠. 누구 같이 있어요? 식사 같이 할래요? 매일 이렇게 가족끼리 둘러앉아 밥을 먹는 사람은 얼마나 많은 행복을 타고나야 하는 걸까? 단 걸 정말 좋아하시나 봐요. 내가 어릴 적엔 연수 씨가 아버지 되게 좋아했었대요. 그래도 죽기 전에 같이 있어서 다행이라고 고맙다고 아버님이 꼭 주고 싶은 게 있으셨다고 늘 만나던 곳에 두셨다고. 정말 죽은 사람들이 보이는 거예요? 즐겨보시나봐요. 아 그건 제가 고른 거 아닌데. 그게 제일 재밌던데. 어제부터 승리했는데 보통은 김밥에 시금치를 넣잖아요. 근데 성만 씨는 미나리를 넣었네요. 아 그거요? 우리 엄마가 미나리가 피에 좋다고 늘 시금치 대신 미나리를 넣었거든요.
기억이 사라지기도 한대요. 어딨어? 어딨어? 못대를 내려와서 자기들 바라는 것만 이루고 이렇게 가버리는 게 어딨어? 왜 매번 나한테 묻지도 않고 그냥 가버리는 건데? 가지 마! 가지 마! 형이냐? 고백했냐? 여자한테 통하는 거 진심이다. 아, 근데 어? 우리 아들 담배 끊어라. 당신이 가르쳐준 거잖아. 당신 아니고 아빠. 아빠가 운전도 가르쳐줄게. 너 사고 안 하게 늘 옆에서 같이 운전해줄게. 미안해. 같이 가면 안 돼? 엄마가 미안해. 엄마가 우리 상만이 혼자 두고 먼저 와서 엄마가 너무 미안해. 살아. 어? 알았지? 그 여자애 괜찮던데. 엄마가 싸준 김밥 맛있어해? 어. 걱정했는데 엄마는 말아봐줘서 고마워. 잘 꿔줬어. 야, 우리 손님들 사진 한번 찍어볼까? 얘가 또 먹는다. 애미야, 애비야, 물, 물. 아빠가 내 할아버지가 몇장 이찌다는 사진들 죄다 도사진이네. 아빠, 이 사람들은 누구야? 네, 고생하셨다. 네, 고생하셨다. この映画は2010年の映画ですね。なので13年前で、観客動員数的には約300万人ぐらい。まずどうしようか。ミオ一回見たから若から行こうか。若どうやった？ハローゴーストだけやったら、うん、もう何の想像もつかへんし、もう最初コメディだけやったじゃないですか。だ、うん、から何も考えたら見れるやつやなこれみたいな、うん、楽しいと思ってたら最後何こんな昼間から泣くと思ってない。マイさん涙もろいの知ってたじゃないですか。だから、あ、またマイさん泣いてはるわみたいな。泣いてたらダメですね。なんかうーちゃん TV の中で一番泣いたかも。へー。生番号はまあ家とかで見てたから、うん、あれやけど、うーちゃん TV で一番泣いた。でもなんかわかんないけど、私もバレたくないタイプやからね。あと冷蔵になるんだ。私もずっと出しといて鼻水全開だったんですよ。なんで我慢するの。まだいけんぞ。まだいけんぞ。しかもジャンルもコメディもともと好きやけど、うん、コメディだけじゃなくて、まあ、ちゃんとストーリー性もあって一番好きなジャンルやから今日めっちゃ高いですよ相当で。ほんまに期待以上の楽しめた映画でした。おお、うん、まゆさんはどうでした？私は本当にやっぱ泣いちゃいましたね。初めもう本当にお母さんみたいにコメディやと思ってて、うん、なんかちょっと途中がおかしいぞってなってきて、うんうん、あれあれってなってきて最後バーってなってうわーってなって変顔でしたね。でもめっちゃわかる。なんかあの家族みたいって途中で思ったけど、なんとやったと思って。その時多分ミオもそうだと思いますけど、うん、ドキッとしました。でもやっぱりこうしてほしくないからめっちゃ自然にあそうですねみたいな演技してたんですね。こんなストーリー性の愛のある話だと思ってなかったから、まあ、もちろん泣きましたし心もすごいあったかくなるし、うん、何よりもあのお父さんの顔はもう。ハマ
笑っちゃいましたね。間違いない。お父さんが笑えばもうこっちも笑顔になっちゃうなっていう、可愛かったです最初、ね、そうこれ、ね癖になるキャラクターでしたね。舞さんが泣くとはまあ予想してたんですよ、うん、でも舞さんが泣くタイミングは予想できなかったんで結構序盤に早かった直託シーンで泣いてたから面白かった。ミオ2回目いいね。私もこの映画はやっぱり好きで、やっぱまずじゃテヒョンさん、うん、釣られる顔で泣くから、泣く演技が上手すぎるっていうのもあるし、もちろんストーリーもそうなんやけど、さすがやなと思いながら見てたし、私も内容知ってるから、お父さんと海に行くシーンとか、まず車に乗るシーン2人で、あそこからもヤバくてずっとここに溜まってましたね。正直知ってるから余計なるほどね。お父さん編始まった時ぐらいからもうずっとうわヤバいヤバいヤバいと思いながらでもわかる、背中のツーショットあったじゃないですか、うん、海辺での、うん、その時めっちゃあーって出てたんでわかるわそれ。あとは1回目見た時、始まりが私はギャグ要素強すぎるなぐらい思ってたんやけど、うん、2回目知った上で見てみたら、それと後半の楽さがすごくて、そこが癖になる理由なんかなとも思いながら見てたから、何回見ても面白いなと思いながら見てましたね。好きな映画です。うん、まあ、ミオはあの1回目見た時に、その動画では言ってなかったかもしれないですけど、やっぱりいつかみんなと見たいってずっとね言ってたんですよ、うん、それが今日やっとねこの目までできたっていうことなんでね、ありがとう見ていただいて、あの僕前の時に僕も何も知らないまんまミオと一緒に見たんですよ。その時結構うるうるしてて、で今回2回目やし、まあ、知ってるじゃないですか、泣くはせんやろなと思いながら見てたら、結構してんのに切っちゃってて、立野さんのその工場ってのあのシーンが出た時にめっちゃジーンってきて、あれ俺知ってないなって思いながら見てたんで、ちょっとそれが自分でもびっくりした。どうですか、あの俳優さん的には。主人公はさすがにありますよね。おお、めっちゃあのすぐ思い出せなかったんですしかも合ってる、陽気的。おーい、最初めっちゃご飯食べ過ぎておえって吐いちゃうシーンでなんかリンクしますね。主人公吹いたわけちゃうけど、そういうやっぱあるよなと思ってピンってきました。顔を出た瞬間、バカから話しないかな話しないかなって待ってたけど、来ないと思ってましたそのおえでわかった。おえで待ってってなって、確かにね、あの陽気的な感じでもこうジャンジャンさんのあのあれでうーするよね、うん、ですね以上まあでもそんなもんやと思う、多分二人からしたら。逆にその主人公の人をいろんな作品で見てるぐらいよね。うん、それ以外でも一個ある、あの家族スキャンダル。おお自信なさそう確かに全部同じ感じのキャラクターやって、チャチャさんどこ出ても同じチャチャさんなんで今見てるドラマでも もう同じような感じそうなんですね。でもやっぱずっと顔変わんないんですね。いやね、ほんまに10年前やけど、陽気的なのでもっと20年前やし、13年前で今出てるムービン顔一緒なんならムービンで高校生役もしてたからすごいわけわからんよな、うん、あとあれもある、神と共に、なんかの王ってことですか、なんかの大魔王みたいな。あ、主人公や消防士ね、消防士、私が言ったことにしてほしいするわけあとは舞さんもせやし、若もせやし、お母さんは見たことあります。え、サーバルガロウなん割られた人は誰、笑われてる、怖い、水槽に顔入れられた一緒やソヤギさんじゃないです、国際市場で会いましょうのファンジャムさんのお母さん。え、そうなんや、ね、ちょい特殊メイク知ってた。国際市場では結構幅広い年齢層の演技してたんで、うん、あ、そかそか。あの子供は知らないですか。あの子供もね、正直どっかで見たことあると思うよ。でも俺が今思い出してる。でも見たことある。舞さんは分からんけど、和歌は、うん、一緒に見た気がする。じゃあこの映画で好きだったし、もしくは印象に残ってるし。まず殿堂入りはお父さんとのシーン全部。おお全部。今思ったらですね、この心臓バイってやってバス停で待ってたじゃないですか、帰ってきて茶化しとったじゃないですか、お父さんが息子に茶化しとったやったら可愛すぎて、しててみたらまたね違う感動があるよね、うん、あともう一個は、まあ、まあ王道ですけど、やっぱ最後家族やって思い出してから家に帰って一人ずつ喋りかけてくれるじゃないですか、うん、あの時とかほんまは多分
何お父さんやれとかお母さんやれとか言いたかった泣きそうになる言いたかったって思うけど、まあ黙っとったんやと思って、で別になんか気づいてもなんか身長伸びたなとかそういう普通の家族の会話をしてる一個一個のセリフが、うんうん、なんかセリフ選びがすごい素敵やなって思って、そこはい印象残ってます。あ泣きそうになったあれやっぱ映画がうまいよね。前半とかに幽霊側が聞かれたことしか答えれないみたいなね、うん、ことをずっと言ってたからね、うん、それが聞いた場面でもあるっていう、うん、マイさんはどうですか。私はやっぱお母さんが腕組んで買い物してるシーン、あれも後から考えたらすごい素敵だなって思って、私も泣きそうやばいちょっと待ってあの女性がめっちゃ楽しそうで、うん、本当にあのシーンが恋人みたいなぐらいずっと泣いてた女性がもうすごい綺麗に見えて、あれがお母さんとして息子と腕組めた、うまどうしようどうしよう無理どうしようあのシーンがなんかいいなって思いました終わりこれ喋れないですよね危ないギリギリセーフ。あっとっと2回目やからこそすごいいいなと思ったシーンは、海でのお父さんとのシーン、もちろんめちゃくちゃ好きやったんやけど、その帰り道家族全員で車に乗ってる感じの絵になってたんやが、うわーこれ家族やなみたいな、あのシーンはやっぱり良かったなと思いながら、あっこもちょっと危なかったですねあとはやっぱりこの映画の題名聞いたらこの場面が出てくるっていうのは、チャ・テヒョンさんの涙が溜まっていくあの表情、ハローゴーストといえばみたいな、まあね、あのシーンはやっぱり好きやなと思いながら。2回目見て分かったやけど、そのシーンで音楽使いがすごい上手くできてんなっていうのが今回見て分かって、でもほぼ音がパッとプチってなって回想シーンに行きながらも徐々にこうクローズアップしていくやんか、あの演出めちゃくちゃうまいなっていうのが2回目見てめっちゃより感じられた。私もあの音楽止まった瞬間ほぼ見えてなかったもんチャ・テヒョンさんの顔見えてなかったもん僕ですけど1個めっちゃ細かいなって思ったのは、若が言ってたバス停でお父さんが茶化すシーンあるやんか、そのシーンで横の広告板見たら椅子がこうやって並んでるけど、片方の椅子がこうなって寄せられてるんよ、そういう写真がこう貼られてて、そのシーンを象徴してるやんってなって、もう細けえと思って。あともうチャ・テヒョンさんの一人二役が一番輝いた警察でのあのシーン、あーそうや自分でつけてあとそれを見てる警察たちのリアクションも例えばこの映画通していろんな一人歌役やったけど、もうあのシーンが一番面白かった、本当にうまいと思った、うん、確かに、うん、見る側はもうあ今立ち立ちってのが分かるぐらいのね、うん、クオリティだったんで。あとなんかないですか。あの雨って結構伝統的な屋台というかほんまや、二人ともね見てたって言ったもんな。そうなんかドラマとかで見たことあって、日本で例えたら何やったんやろ、お祭りとかで日本でもなんかやってるやんか、そんな感じだと思ってくれたらいいと思う。それの大当たりがあのデッキ会だった。そうそうそう、あみんなあの雨欲しくてやってるんですか。実際にあれ欲しい人はどれぐらいおるんやろそれを見てあこれ知ってるって思うところが面白かった。ドラマでねそういうのを見たってことって、うん、そうですね、うん、私あのユナさんがうん、あ一緒一緒のや、えお最近のやつです、ね、そうそうそう、キングズアランド、あそうそう、なんでタイトル俺が読めない言うならば二人じゃあこの映画でちょっと残念だった部分、残念だったシーン今回ないです。おお、私の残念だったシーンは、残念っていうかなんでやろうなって思ったのが、なんで顔大きくなったんかな。おーほんまよ、全く一緒それこそ最初のあの浮いてるシーンとかは正直よくわからんかったけど面白い探し前あれが幽霊の象徴する映像なんかなと思ったけど、浮くのだけでよかったんじゃないかぐらいは思ってるかな。まあ俺なりの解釈で言ったら、普通に浮いたら普通の怖いお化けになるから、やっぱりコメディなんで顔が大きくなってそこに空気変えて浮かんでるよっていう面白い要素を入れたと思いますよ。わかんないですよミオはですあ、それね、はい、僕は今回また2回目見て気づいたところなんですけど、これちょっと残念やなっていうところがありまして、
市場でお母さんがね腕組んでねすごく楽しい素敵なシーンだったんですけど、お母さんが品物をねこうやって選んでる時に店のおばあさんがお母さんを見てたんですよ。お母さん見えないはずじゃないですか、うん、でもその店のおばあさんがお母さん見てたんでそれ赤いなと思って、しかもちょっとピンボケにしてたんでそこまでめっちゃ強調してるわけじゃないですけど、うん、まあでもそれが見えたんでちょっと残念やな。でもあの人も見える人やったかもしれない。なるほどね、そういうことでしょ、うん、じゃあこの映画の点数をつけてみましょう。若私の点数は5点です。うわなジャンルっていうのもそうやし、私映画結構一回見たらいいやって感じなんですけど、うん、もう一回見たいって思ったし、でみわちゃんも勧めたいって言ってた理由ももうこれ絶対お母さんには勧めたいなって思ってこれは私の中で5点ですね。いやー素晴らしい、うん、素晴らしい。こういう映画と出会うのね楽しいよね、はい、うん、ほんまにありがとうなんて思って。私の点数は3.7 です。うーん、めちゃめちゃ感動して、家族愛とかもすごかったし、最後のどんでん返しというかまさかこうなるんやって思ったんですけど、誰にもちょっと感情移入してなくて私今日。うーん、私入り込み型なので入り込める映画が大好きなので、はい、どの立場でもなんか見れなくて、映画が不思議な感覚でずっと見ました。ホームビデオ見てるみたいな感じですね、私の中では。基本私の中では結構安定して見ました。情緒安定型映画。割にはみんなと違うタイミングで早めに泣いたんですよね。それが素晴らしい。入り込んでったらどうなったの？危なかったね。マリさんなんか面白い。前の7番坊は入り込みすぎて主人公を超えてしまって点数が 3.6 か7かだったんですけど、今回は入れなさすぎてそれだったから、このちょうどいい動作がいい。ここら辺がねすごく際どいね、難しいところだよなっていう。アルミアのマイ基準っていうのがね。私の点数は4.5 点です。これって結構どんでん返し系っていうイメージもあったから、1回目の感動よりはないやろなっていうのは思っててんけど、2回目見たら逆にみたいな。逆にやられるシーン多いし、うん、1回目感動したところでもしっかり感動させられたし、私もうチャーテイホンさん好きすぎるかもしれない。もう好きやなっていう、この映画がシンプルに好きな映画やなって改めて思いました、うん、はい。でも俺もさっき言ったけど2回目見てもうジンとくるとか感じてたから、なんやと俺も不思議やったもん。だからわかるわ。僕の点数は3.5 点です。僕前と一緒です。うん、うん、さあ「ヘローゴスト」の点数はせーの 4.2。 若さん5点すごいよね。元気ですよ。じゃあ今日はまずね、ミオのおすすめだったこの映画をね見まして、大成功やったな。うん、よかったです、ね、ミオの狙い通り的中したっていう感じじゃん。そういうことになるのか。また次回の動画も楽しみにしてください。今回これは記念日、うん、記念日。ではスペシャル古典バージョンで。おじゃあ43ルンギョギカジゴヨチャヒヌンと太陽さんにとってこのおきそぶりだー。はなるせよ。これ見てていいの？いえ、ダメです。バイさん、本当にダメですよ。ね、久しぶりすぎて、カミカミになる。今、前がカンニングして。あ、先輩、先輩、せこい。カンニングやめてください。なんでするんすか。